はい、どうも不動大和です。今日はお稽古しましょう。帯第3弾ですね。第1弾はもうはるか1年以上前に、撮った動画で、第2弾から第3弾と今日いきますよ。帯の結び方です。そのうちね、まとめて再生リストにして、置いておきますので、よかったらまとめてください。今日はこの帯の結び方です。お相手はさくらこちゃんです。土台になってます。今回使うのはこのゴム2本ですね。皆さんゴム2本用意してくださいよ。はい、売ってるかな。ただの黒いゴムやけど、この黒いゴム2本です。はい、まずね、外すところからいきましょうか。はい、例のごとく前と一緒です。手はこれぐらい取ります。はいはい、ここはね、もう第1弾第2弾で見て覚えていただければ、はい、その動画も上がってますんで、よろしくお願い申し上げます。ここまでは前と一緒です。この下も折ってもらって、はい、下ね、これこの下をピシッと折って、上もピシッと折って、こういう形にしてくださいね。ここまではもう前回と一緒です。前回の動画気になった人は見てくださいね。ここでグッと結んであげます。グッと結びましたらですね、ここからはですね、リボンを作りますよ。このこういう風な形にこう持ってきてください。こう持ってきてください。これでリボン作る感じ、意味わかります？ここまで持ってきてこうリボン作る感じです。はい、こういう風にしたらこう内折り、こういう感じでね、リボンができたら一番いいと思います。こんな感じ、こうなってる、こうなってるやつをこういう感じで、で下目の方で作るといいです。こうしたら、ここがちょっと難しいかもしれません。これ持ったまま引き抜いてください。こっちでこの下を通して、この結び目に通して引き抜きます。引き抜きますよ、これグッと引き抜きました。引き抜けましたか。そしたらここに蝶々残ってます。はい、これはい、蝶々残ってます。はいはい、蝶々残ってますね。で、まずこの余った方をですね、この間はだんだんをちょっと大きくしましたね。これぐらい、前回の動画見てくれた方は分かると思うんですけど、大きくしました。今回はこの段々をですね、細くします。1回折って2、3、4段ぐらいまでいきましょうかね。4段ぐらいです。4段しましたらですね、この部分、4段しましたらこの部分を、まあ、ゴムですよ、ゴムで留めます。で、この間はこういうクロスして蝶々みたいにして作ったけど、今度はね、こっちだけです。こっちだけを3周ぐらい、きつ緩まないように3周止めておきましょう。はい、それをですね、こう持ち上げてもらいますよ。こっち側、この今さっきくくったとこあるでしょ、くくったこのここに通します。通します。ここに、ここまで通したら、ここビーッと引っ張ります。段々になってるこの一番上のところをビーッと引っ張ってください。はいはい、こう引っ張ってください。ビーって出ますね。ジュってジュってこう 出るでしょ、わかりますか。はい、今この状態ですよ。ジュッと先っちょが出ます。で、残ってるこっちをこう綺麗にちょっとしてください。広げて、今度はこれをね、こう縦に持ってきますよ。はい、こことここを合わせて、これを蝶々にするイメージで、これいきますよ。これを内折り、ここの親指入れて内折りにするイメージですね。けい、邪魔やな。すいません。はい、内折り、こうやってるやつを内折りに、こういう感じです。内折りにしたら蝶々ができますね。ここで出てくるのがこのゴムです。このゴムを8の字に入れてもらいます。こっちも8の字に入れてもらいます。はい、でこうやってもプルプルなんですよ、今この状態だったらプルプルでしょ。プルプル、もうプル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 、これもうなんじゃないですよ、これブルンブルンブルンなってるじゃないですか。それをですね、この隙間に入れます。最初はちょっと苦戦すると思います、皆さん。ここでロック、わかりますか。ロック、グッと、はい、前に回します。はい、前に回して結んでもらいます。
ここまでこう蝶々と上になって、これがこう挟まりました。帯締めはね、帯締めはこの間です。ここに持っていきますよ。はい、回してください。ここでまたプランプランやつをロックしてもらいます。はい、できましたね。はい、可愛くなってきましたね。で、最終でございます。もう一本帯締め使うんです。これを簡単に、簡単にここまで来たら蝶々結びで簡単にいいんじゃないですか。蝶々結びしたら、一番気ぃつけなあかんのが、これ悪い見本、手前の方でやるとプランプランだったら、もっとこの帯揚げのこの部分ね、ごめんね、ちょっと入れて、グッと入れる感じ、ここでグッと締めてもらう感じ、ここで帯揚げでグッと締めて、はい、いう感じでやるとしっかりロックされます。はい、クラスの帯が出したら、これをね、下に向けてもまた可愛いかもしれませんよ。こういう感じで、こっちに向けても、こっちに向けても、はい、なるべくこういう風に広げて全部を見せてあげると面白い感じに帯になってくると思うんですよ。それはもう皆さんの感覚次第で、はい、はいはい、下に持っていってもこれ面白い帯になると思いますよ。上だけじゃなくて下にこういう風に、で、これがここの結び方もちょっと片っぽだけ垂らしてみたりとか、うん、いう感じで、こういうのするとなんか変わり帯になりませんかね。こんな感じです。はい、どうですか。まだまだ僕も帯の勉強中で、習いながらいろいろと皆様に伝授していきたいと思います。桜井ちゃん、はい、ありがとう。いえいえ、いい感じじゃん。いけてますか。うん、俺忙しくてさ、あなたの着替えにはつけないけど、はい、いざとなったら結べるからね。はい、頼みますよ。ありがとうございます。こういった感じで皆様も、よかったら、帯を買ってですね、はい、安く帯売ってると思います、今どこでも。はい、これぐらいの帯を、ちょっと固めの帯を作ったですね、浴衣につけて変わり帯をしたりですね。で、またいるのは帯揚げと帯締めとゴムが2本でございます。はい、今日の帯はこういう帯でございました。これからね、どんどんいろんな変わり帯とかも載せていきますんで、よかったら皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願い申し上げます。お願いします。はい、それじゃあ皆さん、またねー。袖に夢のかけらを忍ばせ、花の都へ続く道、茜サシャボンボリが咲くのに、昇るお日さん待ちきれぬ、まだつぼみのまま慣れの旅路の先には、喜び喜びはきっと出る。